三日月陣屋は、張馬国左洋軍三日月にあった、日本の陣屋。別名をの井野陣屋という、三日月藩森氏の陣屋。原存建築の物見やぐ1697年に、三坂津山藩森家は、無つぐ断絶となった。ただし、幕府は、長継に新たに、備中西高原藩二万国を与えることで、森氏の存続を許した。 その分家であったみまさか津山神殿藩主、森長都市は、張馬国左王軍、一歳軍、思想軍十五家村一万五千石に、領地替えされた。翌1698年に長都市は、領地入りし、藩庁の陣屋と、家臣屋敷の建設に着手した。その候補地が、野井の村であり、三日月陣屋である。1700年にはほぼ完成した。 囲碁モ家は旧代続き、春史の時、明治維新を迎えている。母親戦争では官軍について参戦している。1871年の廃藩地県により、藩長としての役目を終え解体された。その中で物見ミと、長屋は小学校に移築され、公民館として使用されていた。2003年物見ミ長屋が現地に戻され、付属する中見角、通用門。 橋などが一体的に復元された。2018年に四法寺に移築されていた表門が、現位置に戻されて整備された。角川日本地名大辞典28兵庫県、ノイの陣や物見やぐら案内版解説。ありがとうございます。